基本情報技術者略語ノックパート36基本情報技術者試験に出題される略語を勉強しましょう試験問題で単文で説明された時に回答できることを目標とし一つの略語をがっつりと勉強するのではなく簡単な説明をノック形式で何パターンも紹介します VPN バーチャルプライベートネットワーク多数の加入者が共用する公衆回線で接続された拠点間の通信において認証及び暗号化と複合によって仮想的な専用回線を構築し通信の安全性を確保する技術 VOIP ボイスオーバーインターネットプロトコル音声を 各種符号化方式で圧縮し、パケットに変換し、IP ネットワークでリアルタイム伝送する技術。XML エクステンシブル、マークアップランゲージ。任意のデータを定義するルールを提供するマークアップ言語。XLink XML リンキングランゲージ。 XML ドキュメント間のリンクを定義するための使用。XBRL エクステンシブルビジネスレポーティングランゲージ。各種材無報告用の情報を電子化して、作成、流通、利用できるように標準化された XML ベースの言語。XSS クロスサイトスクリプティング。 訪問者の入力データをそのまま画面に表示する、ウェブサイトに対して、悪意のあるスクリプトを埋め込んだ入力データを送る、ことによって、訪問者のブラウザで実行させる攻撃。X がクロスを表す。PWM、パルスウィデスモジュレーション。信号の強度は一定のまま、パルス信号を出力する時間、ウィデスを長くしたり、 短くしたりすることで、電流、電圧を制御する方式。PAM、パルスアンプリチュードモジュレーション。パルス信号を出力する時間は一定で、信号の強度、振幅によって、電流、電圧を制御する方式。LDAP、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル。 ディレクトリサービスにアクセスするためのプロトコル ICMP インターネットコントロールメッセージプロトコル IP パケットが通信先の IP アドレスに到達するかどうかを調べる今回はここまで他の動画でも一緒に勉強しましょうチャンネル登録 高評価よろしくお願いします。また見てね。